チェーンレストランアウトバックパート2。それではいってらっしゃい。アウトバックステーキハウスやってまいりました。2度目になります。見てください。こちらは一応ステーキハウスなんで、やっぱり牛肉のステーキがメインになっております。見てください、このボリューム。このボリュームで来ますからね。ステーキ頼んだらこんなでかいのが来るんですよ。もう信じられませんね。食べ応えはもうありすぎるぐらいです。店内にはステーキを催したようなデザインがたくさんされております。オーストラリアなのでカンガルーの写真などそういった風景画も飾られておりますね。はい、それでは本日は何を頼みましょう。とは言っても一応メキシコのアウトバックなので、メキシコ風の料理を頼みたいかと思います。まずは前菜のパン、黒パンに手作りバターですね。はい、いただきます。うん、美味しいですね。いつも通りの味わいです。まずこれでちょっと腹ごしらえをしまして、で今日の飲み物はレモネードを頼みました。うん、程よい甘さで美味しいですね。うん、はい、というわけで今回頼んだのはタコス、リブアイの肉の入ったタコスですね。このステーキの肉が切り刻まれて入っているタコスとなります。美味しそうですね。ここにはハバネロパイナップルソースが入っております。とても美味しそうです。そしてサラダ、こちらはもうね定番のサラダなんですけど、チキンバーベキューサラダ、これ美味しいんですよ。そしてこれです、私が頼んだのはでっかい牛肉ではなく豚肉なんですけれど、とってもゴージャスな豚の豚足の肉になります。これとトルティージャ、はい、アウトバックのメキシコ流のものをお出しました。こういった具材をねトルティージャに入れて食べるというわけですね。それではまずちょっとポテトから味見をしてみましょう。いきます。うん、うん、サク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 で美味しいですね。うん、サクサク、うん、それで今度ちょっとハバネロソースですね。パイナップルハバネロソースを入れたタコスも一ついただきます。見てください、このボリューム、たくさんリブアイのお肉入ってます。こんな感じです。うん、うん、これ美味しい。とても柔らかいお肉ですね。それでトルティージャは小麦粉の生地なんですけれど、とても外はサクサクでちょっともちっとした感じで、おー、とても美味しい。ハバネロソースもちょうどいいぐらいの辛さで美味しいですよ。最高です。そして私の頼んだ豚の塊、おー、見てください、ソースがすごいですね。どんなソースなんでしょう。これもうチャモーロと言います。料理の名前はチャモーロですね。おー、このように取り剥ぎました。お肉を剥いで、お肉をトルティーヤに乗っけていきます。はい、このように乗っけていきます。そしてこちらは豆ですね。豆を潰したやつ、フリホーレス、ディサードというんですけど、これもちょっと乗せて、チーズが入ってますね。でこれをパクっていきますよ。それではやってみましょう。こんな感じ。うん、うん、これは絶妙なソースの味ですね。あまり味付けは濃くないんですけれど、ちゃんと深みのある味になっておりますね。トマトベースですね、やっぱりね。おー、美味しい美味しい。これはいけてますよ。うーん、美味しいな。何度も食べてしまう。グーグーです。このようにね、フリホーレスギサロですね、これがこんな風になってますが、これをまずペーストするんですよね。トルティージャ、トルティージャはトウモロコシの粉で作ってあるやつです。でこのようにお肉、まあこれは一人で食べきれませんね。このように豚の肉になりますが、とても柔らかくて美味しかったです。これを乗せて食べていくわけですね。それでは次にバーベキューサラダのチキンの方も食べましょう。うん、こんな感じですね。うん、うん、バーベキューソースが絶妙に絡み合ってとても美味しいです。これは本当にグーですね。うん、美味しい美味しい。うん、うん、うん、それで最後レモネードをもうちょっと飲ませていただいて、もうお腹いっぱいです。ごちそうさま。チャモロ、とてもでっかい豚の肉でしたね。食べきれませんでした。3日かかりましたよ。